皆さんこんばんは。メゾンド魔王の続きやっていきたいと思います。前回はですね、ナイトチャンピオンっていうやつをクリアしまして、あと残るのが残ってないな、まだまだありますね。そして伝説へ第2章、まだまだいっぱいありそうです。これ一番最後かな、わかんないけど、ちょっとずつやっていきましょうかねっていうところで、301で子供が生まれた。ここか、いいですね。ガンガンクエスト受けて、401でも子供が生まれた、いいですね。そして伝説へ第2章行くか。どれがいいかな、どれが最後なのかわかんねえな。そして伝説ではこれクリアの道かな。ちょっと預言者アドラスの最後行きましょうか。はい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 、預言者と7天使がちょっといきなし強いんじゃないの？大丈夫かな？全一戦でしょ？あ、天使ミカエル。天使ガブレル。ラハエル。ウリエル。まんまアラドス。まんまあれですね。はい。いけ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 。ボロエさん頑張って。余裕ですね。勝手に体力回復してきますから。ただね、ゾンビエが帰ってきちゃうんだよね。それはちょっとまずい。これを後ろバトっちゃうとまずいんじゃないの？おお、ちょっと強いね。一体ずつ戦わないと厳しいね。逃げてて大丈夫よ。その間にこっち始末するから。いい感じ。さあ来てみなさい。こちら帰ってた方がいいな。多分遠距離攻撃だよな。ほらね、いったー、やばーい。ワキューたち逃げてー。やられたよ。いけ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 。ここはボロエさん一人で相手にするしかなかった。危ない、どっかがやられた。ここがやられたか。子供がやられ、いや、女の子同士に残ってる。ちょっとしょうがないね。新しいクエスト出てるかな。うん。これは、次はこれかな。の前にちょっとね、待ちましょうか。5万もあるのか、すごいな。ここなかなかね、子供生まれないね。生まれてほしいんですけど。さーて、生まれてくれ。あれ、あるやってるよね、子宝大福。あ、なんか欲しいもんない？宝箱とおしゃれデスクが欲しい。ちょっと宝箱ってどれよ。ちょっと装飾品外して。宝箱、これじゃないな、シンボルあるね。はい。が普通のところか。これが欲しい。いや、それが欲しいんだったらこれもあげるよ。セットでね。あとは、早いね、恋人的にと。あとは、ここは、岩倉大福あるね。まあ、こんな状態でいいんじゃないでしょうかね。ちょっとね、ここのね、子供生まれてほしいんだけど、なかなかいかないですね。203でも生まれる。いいね。なかなか難しいんでしょうかね。さあ、子供たち逃げるんだ。ミステスポ。ここら辺は、こっちの3で十分でしょう。はいはい、前線はこれで十分ですよ。行きますか。そして伝説へ。ここから強くなってくるぞ、きっと。タイミング悪いか、ちょっと。大丈夫かな？みんな帰れる？守る会の先鋒、守る会の一番。まあ、ここら辺は大したことなさそうだね。あ、はい。ミスった。
ボロエさん買い物中だった。いけ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 、召された。逃げてやばいな。あー召された。まずいな、一気にやられたな。子供が、どうしよっかな。ここら辺戻っていいよ。ここら辺行かなくていいよ。はいはい、来ましたよ、最終兵器。いけー、行かせない。いやー、やられたな。なんてことだ、子供と女の子になってしまった。いやー難しいね、タイミングによる。402が成長。もう402が成長したか。じゃあここは、はい、着々と、はい、全参戦だよね。最速で帰って、やばい、子供がやられちゃうとね。ボロエさんはいますね。武闘家だけか、武闘家だけならここで対処できない。対処できないね。対処できないね。頑張ってもらいたい。あ、硬いね、やっぱ物理防御硬いから。やばい、はい、逃げて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 、はい、逃げて逃げて、はい、逃げて逃げて、やばいんじゃないの、やばいんじゃないの、逃げて、やばい、子供がやられ、セーフ。まあこれでいけるかな。あれ ?10、子供大丈夫だよね。あ、大丈夫だね。よかった。こんなもん、こんなもん。はい。はい。いや、空き家ができてしまった。あれですね。アンデッドが強い。おお、恋人ができたか。どこですぐやられちゃうんだよな。まあ全員に出しといてもいいか。ここはね、入れ替えてもいいんじゃないかな。鎖の背で鬱になってますって。いらないもんね。ごめんね。やばいな、来てんな、ルクレツヤ。ちょっと強えな。やばい、戦わざるを得なくなった。ボロエに任せるんだ。最終兵器ボロエ。ボロエですらだいぶきつそうだな。きつそうだね。男もいるから大丈夫。やばい、クチャドロがやられる。危ねえ。いや強い、半端じゃないぐらい強い。さすがのボロエさんがやられちゃうぐらいだからね。いやー、ボトコさんの出番ですか。なかなかに難しいですね。いやー、最後人海対戦だけど、これいける？やばい気がしならないよ。ちょっと待とうよ。どうしよっかな。ボトマンか成長。ここら辺は、おっと、そうだ、ここ鎖が、鎖いらないよ。鎖あるとこ大丈夫かな。
変なとこに鎖ないよね。バーベキューセットが欲しい。全然いいんだけどさ、子供たちできないね、全然。いける？人海対戦だよ。ちょっとこの戦力全滅する気しか起きないけど、いけんのかな？派遣した精鋭による。行ってみるか。行ってみましょう。ちょっといろいろ準備しておきたいね。ベッド。これだな。おっと、これしか使えなかった。弓兵前へ。遠距離か。アーチャーか。いや、アーチャーによろ。これで対処でしょ。いけるでしょ。こっちの方が攻撃できる数多いからな。はい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 。なんつったって、物理防御硬いからね。遠距離同士の戦いなら負けません。やばいんじゃない？大丈夫？いけるか？いや、引けない。引けないよ。あんまし。あ、子供たちいいな、最初。で、途中で選手交代。交代。やばい、力尽きちゃった。子供交代。よいしょ、OK。そして最後のスーパー、よし、うらら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 、OK。 弓兵前へ。阿部全5000ある。次なんだ、何が来たか分かんないぞ。家賃の滞納の話しか。剣士か。おっと、待ってよ、逃げ切れないよ。数が多いんだよな、敵のな。はい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 。やばくなったら逃げていいよ。はいはいはい。まだ生きるね。そろそろやばいな。はいはいはい。オッケー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 。ボロエさんが闘志に溢れてますけど、ポトコさん、ここね。全然大丈夫ですね。やらせるな。逃げて。そして後ろから。あんまし強くないけど。まあ時間稼ぎになるでしょ。ああ、目慣れた。時間稼ぎは十分やってくれた。あ、結構目されてんな。逃げて。そしてここで登場。いけ。いけ。結構召されましたね。ここら辺がちょっとできなくなっちゃったな。うん、ここはあれが欲しいとこだね。こんなもんいらないよ、もうしょうがない。緊急事態だ、愛人バルーン。ここもしょうがない、一旦解除だ。愛人バルーン回復ポットか。これのベッド、回復ポット。これも回復ポットにしとこう。ここら辺も回復ポット入れときたいな。はいはい。ここは愛人バルーンないじゃん。こんなとこかな。やばいな、魔導部隊か。これはね、ちょっとね、ボロエさんの出番かな。全員魔導部隊だね。魔導部隊はこちらでお相手するしかないですね。これで行くしかない。なるべく早く始末しないとね。誰か帰ってくるかもしれないし。この状態でやれば1対1の状態に持ち込めるからね。 OK。
遠距離の何がやってこうだよね、後ろからこう攻撃されちゃうから、これがね、やだからね。ここで戦うのがベストでしょう。あとはもう、ホールさんはい、OK。403が成長した。そして後ろでは着実に戦力を整えていきましょう。廃人バルーンと、ここだから買って、ここら辺も買って、取り柄が欲しい。ここ全然子供できないな。201、できたか。できたところでこれ。一斉砲撃か。あいつらだろ？これだろ？砲術じゃねえ。もう完全にあれだよね。え？どこ行きたよ。あ、そっか。しょうがない。追い出した後だ。かわいそうなことになってしまった。だがね、これもやっぱ同様のやり方で倒すしかないですね。あーっと、逃げ口、危ない、逃げて逃げて。うわ、来いや。1対1なら負けねえぞ。いける？大丈夫ならいいけど。意外といけますね。入れちゃってんじゃねえか。はい、はい、逃げて。逃げて。そうこう知られたり、味方がやられてますよ。はい。で、まだいるからね、もうね。はい、はい、はい。いけ、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 いけ。オッケー、オッケー、オッケー。よし、無事にオッケー。次が5戦目ですね。回復ポットに入ってます。てん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 、万歳が接近中。ブラン、ジュリエット、ベアトゼル、カシキュア、ルナナール。まあここら辺でいいよね。ここでやっぱ戦うのがベストでしょう。はいはいはい。遠距離いるからな、ちょっと怖いんだよね。逃げるんだ。危ない危ない。ここ注意しとかないとね。魔法使い、火力高いな。チビアリディ、103だったよ。ただこの戦法で戦えば、これ強いんだよね。魔法戦士。さすがのボロエさんもちょっと傷つきますよ。クリアしました。なんかやばいのがあんな。何これ、メゾンド魔王だって。ということで、ですね、ちょうど時間がいいので今回はここまでにしたいと思います。なんかとんでもないクエスト見えてしまったんですけれども、ちょっとそれに向けて戦力を整えながらやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。